ます。ありがとうございます。お土産。あ、来た。飛行機で飛ばす。飛行機飛ばす？いや、持ってた飛行機にして。勝手に中身で。あ、これがこれって。うん、あ、余計はね。そう、こうが飛んでてきた。降りてこないね。なんか今起きたとこみたいな感じがあります。次行く？8回とか12回とか、うん、いや体が持ちませんがそうそう、すげえ使えるチケットだけど1万5,000円くらいだから、秋田往復しただけで十分元は取れるんで、そうでしょ、いくらかかった分でしょ、だからそのために入ったんです。入会金払っててもこれは秋田行って元取れるなと思って、3、4万かかったと思う、新幹線入会金で1回今4,000かそこらじゃないかな。もうちょっとしたら多いから、なんか自分でなんとかしなきゃっていうのがすごくあって、ああそうそう、うん、それで一生懸命頑張ってるんだけど、今のとこなんとかなると思う。じゃあどうさんとったら？マスター。警戒だけど楽しいな。こういうの。お父さんとったら？朝も出てこないから。四国とかじーっとだってお肉点々とあるんですよ。そのうちそろーっとってあれだから、サクサクかさってこうビニール袋まで取ったせるだけで梅雨ぐらいがピッピッで入園者の番号で、入園券の番号で当たりが出たら缶バッジの番号当たりっていうのが3つぐらいの。年パスの人はどうしてる？年パスの人はね、その時に年パスを見せると買ったら入園券をくれる。この番号でだから、あと2月の何日か25だか15だかでももう一回。開園の前から開いてて、閉園の後もしばらく開いてて、あそこでカメラ閉まったりとか。ああ、その前に閉めてきちゃった。そうそう。ああ、ギリギリまでカメラ出してて。あれいいですよね。なくなったんじゃないでしょうか。今一生懸命作って。今ですか。リボン買いに行った。ケー屋さん行ったらワッペン、アイロンプリントのワッペンが売ってて、不思議なんだっけ、変わった動物たちでしたワッペンですね。だってでもこう悪くいないよ。でもこう悪くいないよ、たまに。あとね、なんだっけな。んね、お休みだって。今だよ。ショベルがいっぱいだ。すごいね。そっち行って帰れないの？はい。飛行機バイバイ。飛行機いいね。食べたい人。はい。はい。大変ですにとどまらず、譲り合ってご観覧くださいますようお願いいたします。We ask that you show consideration for other visitors. Thank you. メインパー。でっかいよ。これ、ここも赤ちゃんいるよ。これ、あ、これ。あ、プール。